こんばんは。始まりました。こんばんは。久しぶりのこの大人気コーナー、まいさんテンションが低すぎます。いやいや高いっすよ、俺も全然高いっすよ。切り替えないと。上げてきました。はい、来ました。なんかどうしたいっすか。髪いやもうかっこよくしてほしいっす。あ、かっこよくっすか。いやいや、ほんとさ、フリとかしてないっすよ俺。あの結構、はい、カンコレの第1回目の時ぐらいの、はい、感じがいいっす。え、覚えてました。あの覚えてないっすよ。なんかどんな感じだったっけ。いいっすか、ちょっとインスタで見て、はい、いやまあそんな気に入ってんすか、その時の髪型が。いや髪型ってもあれ多分別に笹木さんにセットしてもらったわけじゃないんかな。あれ確かカンコレの人にセットしてもらったんかな。カンコレの人の美容師行ってくれよ。じゃあやってください。そのカンコレのセットした人連絡ください。これっす、これっす、これっす。え、この髪型っす。これってちょっと長いですか。長いでしたっけこれ。いや長い、まあ普通っすね。でもなんかどうすか、秋冬的に考えたら長さって、まあ、そんなに短くしすぎなくていいんじゃないですか。はい、前髪とかで結構なんか前と立ってましたね。でも時期というか期間は、はい、横はちょっと短めにしてトップと前髪はやや長めでいいと思いますよ。はい、であとセットなんかめっちゃしやすくしといてもらいたいです。わかりました、はい、まあ、じゃあおすすめでいきますね。もうはい、いいですか。じゃあ、はい、この美容髪切るコーナー久々なんで、本当にやってなかったんですよ最近。まあ時間とかもなかなか合わないってことですよね結局。いやそうなんです、結構大変なんでこれ。はい、まあ、これ人気っすよね。まあまあまあ人気なんかな。多分10万再生ずっと言ってるイメージですよね。まあそうっすね。はい、で本当あとやってくれる人がね、ゲストっすか。ゲスト問題もあるじゃないですかこれ。まあでも正直ロケマサとか見たいですけどね。いやだからあの人髪すぐ切るから。え、ロケマサどれくらいのペース切ってるんですかあいつ。早いんじゃないですか、めっちゃしょっちゅう美容室行ってるイメージあるから。確かに。で佐々木さんじゃスケジュール取れないから違うとこ行ってますもんね。そうっすよ。なんか最初の頃はなんか佐々木さんいついつ髪切ってほしいですみたいな。でも基本的に多分ほぼ無理じゃないですか僕って。無理っすね、撮影に基本いないじゃない。はい、だからなんか断ってたんですか。断ってたっていうか、まあその日撮影でちょっと厳しいみたいな。はい、まあそれでしたね。どうしたらもう佐々木さんに頼まなくなったってことですね。そうですね。名人はだからもう本当に僕がこの日、あ、この日空いてんなって、はい、名人今日髪切るって言うまで何も言ってこないから。名人から切ってくださいってあんまないんですか。ないっす。へえー、てかあの髪の毛の長さで鬱陶しくならないもん。まあ慣れてるからなんですか、もうあの長い人って。まあそうなんじゃないですか。名人はだからこう僕がそろそろ切るか切ろうかって言わない限り、あ、言わない、切りたいですって言わないんで、だからまあまあまあ成立するじゃないですか一応。はいはいはい。これもう 2,3 週間前からずっと切りたかったですけどね。なるほど。鬱陶しいですもんね、やっぱもう。まあでもそんな長くはないですけどね、前さんも言っても。いや長くはないかもしれないですけど、ちょっとなんかセットもしづらくなってきたんですよね、はい、もうなんかそれがしんどいっす。まあでも2ヶ月ぐらい経っててまだセットできてたっていうのは結構すごいっすよね。普通結構1ヶ月ちょいぐらいで多分男子ってもうめっちゃやりづらくなるんで。ああでもやりづらかったっすよやっぱ、まあ、やっぱ1ヶ月ぐらい切った方がいいんすね、まあ、セットする人からしたら。あ、キープするんだったらそんぐらいとかの方がこう同じなんだよね。ああ確かに。でもこれからちょっと1ヶ月ぐらいでいきたいな。ただ佐々木さんのスケジュールですね問題は。まあ、僕のスケジュールってことは前さんも一緒っすからね。まあまあそうですね。前さんも空いてないじゃないですか、それでいくと。まあなかなかそうですね。その空いて、まああとせっかくやったらもう動画にしたいじゃないですか、ぶっちゃけ佐々木さんも。まあ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 そうですね。うん、もうサブちゃんの値段に困ってるじゃないですかお互い。僕は困ってはないですよね。困ってるでしょ。苦肉の策でしょ、あのバッティングセンターとか。マジで。あれ名作でしょ。名作というかもうびっくりしたんですけどね、もう画角がちょっと悪かったっていうのはあるしね、うん、名作っすあれは、うん、なんかもうだってネットで見えないですもん正直、うん、いやだからそれぐらいがいいんですよ。いやよくないですよもう本当。だから全部見えるよりもやっぱチラ見えぐらいの方がテンション上がるでしょ。なんか若干その名人の時だけちょっとネットからなんか入ってちょっと見やすかったですけど、またなんか戻ってましたね、そこからまたネットのなんかある。名人の時で名人打ってる時ですか。そうそうです。いやあれもう本当にあのなんていうかな、バッティングセンターって後ろにボンって受けるこうゴムみたいなのあるじゃないですか。はいはい、あそこないんですよ。こうネットの間にこうやって取るともうブワンってネット受けちゃうんですよ。だからできなかったです。引かないと食らうんですよ、
珍しいですよ、そんな。はい、珍しいです。でも悪かったんですね。でもまあまあまあ、名人のね、あのやっぱバッティング姿を見せれたっていうのは僕の中ではもう別に。別にやっぱ良かったですか？俺ね。やっぱ上手かったですよ、本当に。もうちょろっと見た、ちょろっと見ただけなんですよね。中島に似てましたよね。綺麗ですね、名人のバッティングは。ホーム。ホームランバッターですかね、一応。このシャキシャキ感も確かに気持ちも、その意識したことなかったですけどね。なんかコメント欄でめっちゃ来てるじゃないですか。あ、音がいいみたいな。はい。確かに。これ人によっても違うんですか、じゃあこのリズムとかやっぱ全然。違うと思いますよ。僕は多分ね、めちゃくちゃ早いですこの感覚が。カットの。はい。言ってましたよね、もうルートが見えてるみたいな。いや、僕はなんかもう切る前にバーってどういう風にするか頭の中にできてるんで、ただこう手がそれに追いついていくだけなんで、めちゃくちゃなんかこう。頭の中でも考えてないですか、別に。ん？頭の中で考えて、それが勝手に動いてるみたいな感じじゃないですか。あ、そうそう、もうこここのぐらいって最初にこう決めるんで、あと、はい。ただこう、進んでいくだけじゃないですか。はい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 。だから早いんですよ、僕。確かにカット早いもんな。まあ、上手い人ってなんか早いイメージありますもん。その間、入江さんも切ったら、早って言ってました。でも。入江さんって初めて切ったんですか？はい。もう味を占めてなんかもう、はい、いやもうどうにか2週間に1回は切ってくれみたいな言ってましたね。2週間に1回ですか？短すぎじゃないですか、スパン言ってましたよ、佐々木さん。入江さんもだって単発の方がいいですもんね、どう考えても。だから僕めっちゃ短くしたんで1回パン、はい、そしたらめっちゃ気に入ってましたね。いいっすよね、あっちの方が。まあ楽っすからね、単発。本当にやっぱやってみて思うのは、この長さでも鬱陶しく感じてるけど、やばいです。前めっちゃ長かったですもん、僕。まあまあ、マッシュでしょうね。はい。よくよく考えたら鬱陶しいもんな。いい感じですね。この辺サムネじゃないですか。この辺サムネ、サムネしたらごめん。もうすぐ運動会あるんですよ。マイさんの運動会ですか？僕の運動会はないっすよ。僕娘の運動会があって。へ、いつですか？もうちょっと今週っす。そんな行ける日ありましたっけ？あのもう帰るっす、僕だ急遽。その日なんか、はい、大丈夫でした、なんか予定みたいな。お会いってたんですか？朝だけ帰って、うん、あ、朝だけど終電で帰って、その日その次の朝の運動会参加して帰ってくる感じですもん、速攻で。はい、まあでもやっぱ行事はね、ちょっと出た方がいいっすよね。まあせっかくなんでね、まあなんかまあ記憶には残るじゃないですか、そのやっぱ子供的にも来てくれたみたいになるじゃないですか。うん、あとまあ、まあ、他人みたいしかないんでね、その年の行事は ね、 そうですね、できるだけ行きたいっすよね。そうですね、まあ、成長を見たいって感じですね。確かに確かに。まあ足早いのことが気になるっすね、俺は。まあでも女の子だから別にそんなに重要じゃないんじゃないですか。まあ重要じゃないんですけど、やっぱちょっとちゃんと走っとんかなって気になるじゃないですか。まあ、前1年前それこそ俺見た時は、はい、なんか恥ずかしがってたというか、なんか全力で走ってなかったですね、確実に。もう見て分かりましたね、これ全力じゃないんだなって。あ、もう本気出すのちょっと恥ずいって、多分な、恥ずいってなってるのか分かんないですけど、でもなんか絶対なんか俺がと追いかけっこしてた時なんか絶対明らかに速いやろうと思ってました、ね。それ前さんが嫌すぎてガチで逃げてるね。違いますよ、絶対でもマジで、あ、なんか力発揮できてないなみたいな。まあだからこうあんまり前さんの似てるから、こう人前にこうバーンってやるのがあんま得意じゃないんで。まあその可能性は確かにあると思います。上がり症っていうかあるじゃないですか。はい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 、ありますね。それは確かに可能性ありますね。それはあるかもしれないですね、もしかしたら。でもけん玉には俺ビビらされましたよ。けん玉？はい。なんか前帰った時に、はい、なんか剣玉できるようになったみたいなのを嫁が言ってて、はい、剣玉見せてもらったんですよ、はい、異常でした、ね、うまかったんですか？めっちゃうまいし、へー、もうなんていうか、このリズムで、もしもし神よってあるじゃないですか、はいはいはい、一緒に、もしもし神よあるじゃないですか、はい、このリズムでこれです。もしもし神よ、神さん、え、全部全部じゃないです、あのなんかまあ一周はできるっすよね、その普通にもう 1,2,3 で1回転みたいなできるっすよ。世界一周、はい、すご
そのもしもし神谷をの歌全部言い切るまでミスらないですからね。しかもその、たまにミスするけど、でも、うん、ほぼなんかめっちゃ早いですよ。なんで流行ってんすか。いや流行ってるかわかんない。でも急にけん玉をなんかその保育園幼稚園か幼稚園でやりだしたかなんかでハマったんですか。ハマったんですかね。すっごい、それ俺もやってみたんですけど全然無理でしたね。まあ、前さんあれ苦手そう。はい。あの速さは多分無理っすよ。マジで。こんなんすよ。めっちゃ速いっすからね。ビビりました、それは。でもまあやっぱ、集中した時の子供の力はすごいっすからね。本当にね。そういうのはね。まあすごいっすね。パズルとかも全然めっちゃ速いっすからね。うん、確かに。てか記憶力が多分やばいんでしょうね。その空間把握能力みたいな。確かに確かに。佐田さんのやっぱ娘もやばいっすか。もう、わかんないっす。いや、わかんないっすとかじゃないっすよ。でも絶対大人よりそういう。めっちゃ陽キャっす、ほんとに。いいっすね。はい、陽キャ、とりあえずなんか、もう陽キャっすか。人見知りしないってことですか。もうめっちゃ陽キャ、ほんとに。いや、めっちゃいいっすね、それ。一番でも、その。まあまあ、めっちゃ可愛がられますよ、どこ行っても。うん、だそれが一番いいと思うんですよね。愛嬌あるってことですよね、はい。なんか、コミュニケーション能力さえあれば、どうにかなると思うんですよ、まあ、俺本当に人生なんか僕は本当にそう思ってますよ。なんかその今僕の人生なんか生きてて思うのは、はい、やっぱコミュニケーション能力高いやっぱずるいなというか、うん、得するなと思います。得しますよ確実に。うん、だからそういう子供が一番いいんじゃないですか、はい、それは陽キャの方が僕言ったって良かったなと思ってますよ自分が、はい、陽キャで陽キャでっていうか、じゃなんか普通にこう一人コミュニケーション能力が喋るのが割と得意なんで、はい、僕はもう得意ですよね、はい、こう例えば初対面の人と、はい、仲良くなれるですもんね。会話を続けたりとか、はい、仲良くなるのとか僕結構得意なんで。確かにそれは良かったなと思います。うん、それって多分まあ磨いたっていうのもあるし、まあ、向いてたっていうのもあるんでしょうね、そこに。まあそうっすね、まあ、努力なんですかね、そこってやっぱ。まあでも職業柄なんかそういうのをちょっとこう意識したっていうのはあると思いますよ、はい。あだって美容室って大体こう最初初めての人で、はい、この人いいかどうかって最初に決められるんですよ大体。でその人がこう、はい、あなんかある程度うまかったらあやっぱこの人良かったなってなるし、最初はこの人無理ってなったらどんなにうまくても、はい、いや無理ってなっちゃうんで。あ技術があっても。そうす、同じ髪型にしても印象その人を誰にやられるから全然違うから、はいはいはい、なんかそれは結構考えましたね。なんかどういう風にやったらこういいのか、あお客さんが喜ぶのかとかいうか、うんそうですね、楽しいのか、コミュニケーションは結構考えましたよね最初の頃。へえ、どんどんそれ変えていったみたいな感じですか自分なりに。そうですね、最初からコミュニケーションの方が高かったってわけじゃないですけど、まあでも普通にあの、はい、なんていうかなこうラリーするのは得意でしたよやっぱ。あ昔から。はい、へえ、苦手でしたね多分。苦手というか別になんかそういう友達多分作るの下手でしたね。まあ、マイさんはすごいなんかちゃんとしてるからこうなんだろうな、冗談とかあんま言わないじゃないですか。まあそうですね、ボケないですよね。ボケれないですよね。ボケあんまいけない言わないじゃないですか。はい、はい、だからこうなんかキャッチボールをこうマイさんボーンって取って終わるとき結構ありますよ。ありますあります。返さずにちょっと、ね、そうありますね。難しいですからねあれ本当に。できる人は多分パッとできるんですけど、でもなんかそれって女性の方がやっぱ得意なんですよ。女子同士の会話って、はい、なんか男子ってなんか例えばなんていうかなこのじゃそれってどういうことなんっていう感じになるじゃないですか結局。はいはいはい、何かのことについて話して、はい、それがじゃあどういうことなのかっていう結果が必要で話してるんですから、はい、この何ラリーから終わるんですけど、はいはいはい、女性の会話って結構この関係ないことでこうふわ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 して喋ってるからずっと続くんですよ。へえ。男子ってすごいちゃんとした返答しようとするんですけど、なんかそれしなければずっと会話できるんですよ大体。へえ。女性はそれになってるんですか。の方がなんかこう多いらしいです。なんかでこう僕がこう。へえ。会話のやつで。なんか別にそのオチを作んなくてもただずっとね。はいはいはい。だってこう別になんか話して、うん、終わりそうになったら、あ、てかさ、あのこの店のあれめっちゃ美味しくないみたいなのあるじゃん。はいはいはい。男子ってそれなんないじゃないですか。なんないっす。そういう差がね、結構あるんですよ。確かになんないっすね、男子は。もうそこで終わるってたもん、別に。そうなんですよ。だから会話が終わっちゃうじゃないですか。はい。けどやっぱ続ける人はなんかね、あの全然、ラファさんとかも、
え、そのあれめっちゃいいっすねみたいな言うじゃないですか。多分あれなんか最初からじゃないと思いますよ。なんかその営業とかでやっていく上に身につけたみたいな、はい、あの会話を続けさせるテクニックとして。確かにラホさんもそれ見てすごいですもんね、はい、会話を。え、相馬さんとかどうなんですか。相馬さんはなんか相馬さんもでも会話を続けるというか、なんかなんていうの、トークを回すの自体はできるじゃないですか。全然うまいですよね、はい、そことはまた違うってことなんですか。違うんじゃないですか、それと。だってそれがもしできて、はい、ラホさんみたいな感じで、確かに相馬さんも女性とかにも全然強いはずですもんね。はいはいはい。まあでもそこになるとなんか自信な気がしますけどね。なんかその自信を持ってるかどうかみたいなところも関係してくるんじゃないですか。相馬さんって結構こう自分に自信ないじゃないですか。確かにめっちゃ自分の評価低いから、うん、であんだけ評価されてるのに、なんでそなんかまあ仕方ないですかね、それはもう。それがなんか相馬さんのいいなんか面白いところな気がしますけどね。まあ確かに、あれで相馬さんがめちゃくちゃ自信満々になってたらなんかちょっと変わりそうじゃないですか。あー確かに、見てる方も確かに違うかもしれないね。ちょっと相馬さん的に、相馬さんもすごいね、あの感じすごい好きです。それで言ったらヒカルはどの感じですか。ヒカルは、ヒカルもヒカルくんもだってなんだかんだこう、あ、でもうまいっすよね。めっちゃうまいと思う、その話題の全然かん、あの初めての人とのなんかコミュニケーション作ってる時と作るとめっちゃうまいと思いますよ。へえ、まあ、でもなんか話題振ったりとかめっちゃうまいっすよ。そのなんか、うん、ちょっと話題がなんか会話が終わる間際で、うん、あ、ここはこうみたいな、うまい話題振ったりするんですもんね。うまい、それを思うんですよ、俺も。確か見てて、撮ってて。だから会話ずっと続けれるみたいな。あ、うまいですね。確かに。ロケマサどうですか。ロケマサですか。はい。わかんないです。別になんかロケマサが中心で喋ってるのを、プライベートで喋ってるのってあんまりこう見たことがないんで。わかんないです。え、見たことなくないですか、ロケマサのプライベートとかで。はいはいはい。例えばこう全然関係ない大人と喋ってるのとかあんまり見たことないじゃないですか。あー、ないっすね。だからなんか、だからロケマサの人見知りする方ですね。まあ確かに絶対的に人見知りしますね、ロケマサはね。うん、心開くまでちょっと時間かかるタイプですね。確かにな、まあ、名人に関しては多分ないっすもんね、そんな気は。いや、名人でもなんか多分誰もいなくて1対1だったら結構喋ると思いますよ、彼を。へえ。だって僕この間アボさんのところに名人連れてったんですよ、一緒に。はい。え、僕が行くときにアボさんのところに名人も一緒に行きたいって一緒に行って。正解ですか。そうっす。で、はい、僕名人なんか用事があったから、はい、先に名人やってもらって、はい、あの終わったら僕やるからって僕待ってたんですよ、はい、そう、普通にアボさんと普通に喋ってましたよ。へえ、一対一だったら。はい、すごいね、それ。まあちょっとアボさんにどんな話したか聞いとこう。まあカラーはもう毎回今終わったんで、もういい感じっすね、これで。まあいい感じっす。西アッシュ、アッシュ濃いめっすかね。え、アッシュっすかね、これ。はい。前さん最近ロエベ行ったんですか。え、ロエベ行きました最近。ロエベですか、はい、行ってないですか。前さん最近自分のハイブランドなんか買いましたよ。いや、買ってないですよ最近。抑えてるんですか今は抑えてるって言うと別にそれなんかずっと買ってるみたいなイメージやめてもらえないですか。え、ずっと買ってるじゃないですか。いや、買ってないですよ別に。最近買ってないですね。マフラーとかもまだ買ってないです。あ、でもじゃあもうちょっとで、ね、冬だからなんか。いや、でもどうなんすかね。最近まあもらったしって感じですよね、モンリョウさんとかに。でも前さん覚えてるか分かんないですけど、去年、はい、あれですよ、あのなんすか、ダウン名人かロケマサにあげるって言ってましたけどね。え、嘘じゃないですか。いや、マジで言ってましたよ。え、もう来年違うの買うからこれ。それ多分大学さんなんかミスってるっすよ、記憶。言ってないっすよ、そんな一言も。いや、言ってました。多分ロケマサかな。ロケマサが来るって言った時かな、なんか言ってましたよ。ロケマサじゃないっすよ、僕あげるっすよ、名人っすけどね、もし。あ、ロケマサに行ってた気がすんな、多分。ダウン、ロケマサダウン着ないっすよっていうか俺が思うに、
どっちかって名人ですよ、ダウン切るのは。まあ、確かに。みんな最近前さんの財産狙ってるからな。みんな狙ってないですよ、別に。いや、みんな多分狙ってますよ。隠れて。はい、誰が、ロケマサが狙ってますね、多分。まあいつちょっと欲しがりなにね。ちょっと。たかられてますよ。はい、たかってきます、あいつ。たかってくるんですか。はい、あいつ一番カニ使いでもあれでしょ、ほんと正直。かわいいでしょ、でもその方が。いや、まあかわいいですけど、はい、はい、時と場合によりますよ、それは。いや、まあまあまあ、たかられなくなったら終わりっすよ、ね、たかられなくなったら、たかられてるうちって。できました、前さんも。もう完成ですか。完成です。これでもセットして完成ですよね、はい、いやいやもう買いましたよ。いやいやっすよ、それも。いやいや、セットしないと夜っすよ、お前。いやいや、完成期ちょっと見ないと、本当に自分にしかもそのセットをちょっと、ま、学ばないと一緒ですって。いや、あのセットした状態でさすがに返してください、それは。ただ、あと一個、ちょっと迷ってることって最近、はい、いいですか、はい、質問というか、髪型のことです、はい、なんか僕なんかいつもこっちで上げてるじゃないですか、はい、こっちで上げてるんですよ、はい、でもこっちの方が結局その前髪が長いからこっちの方がいいんじゃないか説あるんですけど、はい、どうなんす、うん、どっちでもいいと思いますいや、本当に、いや、マジで、はい、リアルにどっちでも一緒っす、はい、一緒っすか、はい、こっちか、こっちで上げるか、こっちで上げるか。僕だったら今の感じのままいきますね、はい、じゃあ佐々木さんのいい方でちょっとやってもらっていいですか、はい。早かったな。めっちゃ早かったですね。うん、いや、めっちゃ切りましたよ。あんな会話しながらも。うん。さっぱりですね。入江さんも今度動画撮っとろうかな。とってもいいですよね。もう入江さんも顔出てるんですもんね、普通に。前まではなんか顔あんま出てなかったんで、あれでしたけど。阿久津さんも撮ったのかな。阿久津さん一番アクセス来そうですからね、それ言ったら。阿久津さんにでも一回髪切ってよって何回か言われてるんですけどね。いや、阿久津さんでしたら絶対アクセス行くっすよ。なんで阿久津さんそんな数字持ってる人の値段出してるんですか。いや、でもなんかロケマスクッキング言ってたけど、ロケマスクッキング20万再生言ってたっすよ、それ。阿久津さん。はい。で、いつも10万ちょいやったのが20万いってたんですよ。すごい。まあ、その時最初らへんやったからかな。でも2万、3万ぐらい増える効果あるっすよ、絶対。まあ、やっぱあんまり出てこない人が出てくるとすごいっすよね。はい。それか、あたかさんとかいいんじゃないですか。あたかさん？はい。あたかさんはちょっときついっすね。締めで足りないですか。いやいや、あたかさんの笑い方、めっちゃ面白くないですか。いや、そう。キャ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 みたいな感じで笑いません。いいじゃないですか。それでいいじゃないですか。めっちゃ面白い人やな、トヨさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かっこいい。これいいっすね、やっぱ佐々木さんの。あたかさんどこで髪切ってんかな、ちょっと聞いてみようかな。あたかさんってどこで髪切ってんかな、にしよう。髪切ってんすかつって。一回ちょっと僕切りますよ、ちょっと見てください。あたかさんですか、うん、あたかさんゲストちょっと俺見ますよ。え、マジですか、うん、確かにちょっと見たいな、あたかさん。あたかさん染めてるからな。いや、あたかさんでも、うん、多分、でも結構茶色じゃないですか。結構茶色っすよね。はい。もっとなんか渋めの方がいいと思うんですけど、あたかさんは、正直。まあ、あたかさんの会話もうやめません。まあ、視聴者知らないですもんね、視聴者の人。はい、正直。できましたよ。ありがとうございます。まず、あ、なんかちょっと鏡に近づいてもうちょっと自撮りし、自撮り、自撮りっすか。いやいや、こう鏡に当たりです。あ、こんな感じです。うん、どうですか。いや、めっちゃかっこよくないですか。うん、いい感じっすよ。はい。ちょっと一周しましょうか。はい。これはかっこいいですね。あ、いい感じですね、お前さん。はい。ちょっとやっぱ1ヶ月に1回ぐらいで切らないと、はい、これこの感じキープできないですもんね。いや、別にでもそうでもない気がしますね。だってさっきなんかボリュームすごくなかったですか、さっきやっぱ切る前。横があれかな。なんかもう、なんか、ここがやっぱ、すごいごわついてたというか。まあまあまあ、やっぱこっちの方がいいっすね。はい、できました。
もうこれで今週も、そっちゃん、一丁上がりっす。ありがとうございました。